はい、この時間の気温は氷点下 0.9 度、お帰りの時間も手袋マフラーあった方がいいですね。そうですね、もう少しひんやりしてきましたね、はい、では午後6時現在の気温から見ていきましょう。江差と函館ではまだプラスの気温ですが、その他の地域広く氷点下になっています。一番低いところで言いますと、阿寒湖畔が氷点下の 8.7 度、札幌では氷点下の 0.9 度で、明日の朝にかけて氷点下3度まで気温が下がっていく見込みです。さあ、それでは3月スタートの明日の天気のポイント、空ナビで見ていきましょう。こちらです。明日は気温としてはさらに上がっていくんですが、ただその一方で低気圧の影響で湿った雪、そして風も強まってきそうです。雪と風の予想から見ていきます。明日朝6時の雪雲と風の予想です。道南方面、少し雪雲がかかる予想になっています。では時間を進めていきましょう。道南では明日は朝から湿った雪や雨、そして道央でもお昼前から降り出しそうです。そして日本海側からは紫色の活発な雪雲も流れ込んできます。明日は広い範囲湿った雪になりますので、着雪による停電や倒木、そしてスタック、泥はねにも気をつけるようにしてください。では雪の量を見ていきたいと思います。明日の予想降雪量です。胆振地方、赤いマークがついています。この周辺では30センチ前後の雪になりそうですね。カルルスですとか、それから登別、そして白老町の森野の周辺、30センチ前後の雪が予想されています。3月に入っても一気に春らしくとはいかないですね。いや、そうなんですよね。そしてその周辺ではオレンジ色20センチから30センチ、はい、広く黄色の10センチから20センチとなっています。明日の朝は雪かきの心配なさそうなんですが、夜には必要になってきますので、降雪量の多い地域ではこまめにしておくといいと思います。時間ごとにマークでお天気を見ていきます。まずは札幌県です。明日の札幌県、お昼前くらいから湿った雪が降りそうです。新札幌や江別、北広島では雨が混じることもあるでしょう。夜遅くには一旦落ち着きそうなんですが、あさってにかけて雪の降りやすい天気続いていきそうです。その他の南西部の地域も場合によっては傘があった方がいいですか？山具あった方がいいですね、うん、室蘭や函館では朝から雨、その他の地域でもお昼前には湿った雪や雨が降り出しそうです。ですから家を出るときにはまだ降っていなくても雨具を持って出かけるようにしてください、はい、続いて北部です。各地午後から湿った雪や雨が降るでしょう。夕方から夜にかけて降り方が強まることもありそうです。留萌など沿岸部、風が強いので吹雪くこともあるでしょう。続いて東部の予報見ていきます。浦河や帯広では降り出しが早く、お昼前後から湿った雪や雨になりそうです。太平洋側の地域を中心に雪の量が多くなりそうです。オホーツク海側の地域でも夜には次第に降り出すでしょう。湿った雪が降るということですが、明日の気温見ていきたいと思います。明日日中の最高気温、寒さの緩んだ今日よりもさらに3度前後高くなりそうなんですよね。どのところがプラス気温ですもんね。そうですね、道北ですとかオホーツク海側でも10日ぶりに真冬日解消というところが多くなってきそうです。日中べしゃべしゃな路面になりますので、うん、足元、それから泥はねに気をつけてください。住宅街などでは深い輪立ちにも注意が必要ですね。明日朝の最低気温、今朝より高くなるところがほとんどで、冷え込みは緩みそうです。さて、明日は広い範囲で湿った雪、そして明後日も荒れた天気になりそうということで、こちらのフリップご覧いただきたいんですが、明日は防災用品点検の日です、はい、年に4回ありまして、うん、季節ごとに点検をしましょうねということなんですけれども、チェックポイント主に3つあります、はい、まず1つ目、中身、必要なものは揃っているでしょうか。そして2つ目、これ重要です、賞味期限ですとか使用期限、迫っているものありませんか、うん、そしてラジオですとか懐中電灯、ちゃんと動くでしょうか。こういったことを確認するようにしてください。揃えるだけではなくて時々点検することが大切です。では週間予報を見ていきましょう。あさって土曜日は冬型の気圧配置にあって気温が急降下、広い範囲で真冬日が戻ってきそうです。西寄りの風が強くて猛吹雪による見通しの悪さ、そして吹き溜まりによる交通への影響に警戒が必要です。尻別地方ですとか渡島檜山地方を中心に雪の量が多くなるでしょう。日曜日、各地で曇りの天気になりそうです。北部と東部です。あさって土曜日、道北を中心に荒れた天気になる恐れがあります。
日本海側の多いところでは40センチ前後の雪が降りそうです。急に積雪が増えて車が立ち往生する恐れもありますので、スコップ、防寒着、兼用のロープなどの備えをするようにしてください。旭川の周辺、日曜から月曜にかけても雪の降りやすい天気続きそうです。さて、明日は湿った雪で所によっては吹雪くところもありますので、着雪による停電にも備えておいてください。